フローエンフローエンは、山梨県甲府市坂織三丁目にある梅園である。奥村フローエン石府市の東部、甲府盆地北側山陸に位置し、広さは約5万平方メートル。奥秩父山海から南へ伸びた尾根の先端付近に位置し、尾根を挟んだ自然の地形を生かした造りになっており、小規模ながら起伏のある梅園である。二十数種約三千二百本の梅が植えられており、 開示の春は、不老園から始まると言われるほど、山梨県民に親しまれている。毎年2月上旬から3月下旬の開花期間のみ、公開される梅園であり、開花時期以外は、クローズされている。近年では主に、京浜方面からの日帰りツアー客など、開花時期には、大勢の観光客で賑わい、開園期間中には、梅の盆栽展示販売や、甘酒、 おでん等の売店が園内に設けられる。坂折トンネルとフローエン1897年、甲府市内の御福祥、七代目、奥村昭栄門が別荘として開園したもので、昭栄門が全国をアンギアし梅を持ち帰り植え付け、同時に桜、ボタン、南天などを植栽するなど庭作りに専念した。昭栄門の死後は五人の子息によって、フローエンは受け継がれたが、 高級的な維持を図るため1970年に財団法人奥村不老園となり今日に至っている。なお、甲府市街北部を東西に結ぶ県道建設の際、当初は不老園を含む小さな尾根を切り通しで通過する計画であったが、景観保全の観点からトンネル構造に変更された。現在、風呂園の真下を貫く坂織トンネルは全長160メートルしかなく、 山岳県特有の長大トンネルが多い山梨県の中では非常に短いトンネルであるがこのような経緯によるものである。不老ー不老フの市富士の国山梨観光ネット、不老ー社団法人山梨観光推進機構、ありがとうございます。